ファクトリーギアタイムズの時間です。ファクトリーギアは5月1日天王洲をアイルにオープンした東京店と合わせて全国に13店舗あります。北は北海道から南は沖縄までご当地ならではの人気工具が存在することが分かりました。今回は北海道ならではのご当地工具を紹介してくれます。どんなご当地工具が飛び出してくるか楽しみですね。それではファクトリーギア札幌店の小林店長、よろしくお願いします。どうぞ。はい、札幌店の小林です。札幌店はですね、農家さんのご来店がとても多いお店なんですけど、そんな農家さんにご紹介するといつも、そんなのあったんだ、知らなかったって驚かれる商品があるので、それをご紹介したいと思います。 SEK から出てます左ネジ緩め専用ツイストソケットです。農家さん仮払い機なんかよく使われるんですけど、その刃の回転方向が左回転であることが多いんですね。そのためその刃を下から止めてるボルトっていうのが 13mm で、かつ逆ネジがついてることが多いです。でそのネジっていうのが常にこう下を向いてるので、いろんなものに当たってだんだん角がなめてってしまうんですね。なかなかいざ刃の交換をしようと思った時に外せないっていう事態になります。通常のネジを外す、なめたネジを外すものは出てると思うんですけど、逆ネジを回すものってなかなかないんですよね。そんな時これを使っていただくと簡単に外せると思います。でこれはソケットタイプなんですが、こういうボックスレンチと一緒になったレンチタイプもありますので、まあ、用途に合わせてお使いください。刈り払い機、草刈り機、農家さんだけじゃなくいろんな方使われると思うので、ああ舐めてる逆ネジだってなった時思い出してほしいなと思います。現場からは以上です。はい、小林店長、 SEK の左ネジ緩め専用ツイストソケットのご紹介ありがとうございました。まあ、北海道ならではのいい情報でしたね。今回ご紹介した商品は全国13店舗あるファクトリーギア、それと通信販売でも取り扱いがあるので、下の概要欄からチェックしてみてください。おすすめです。特集です。ファクトリーギアレッサー企画、60年前のブルーバードに今一度命を。今から5年前、栃木県宇都宮の農家のガレージに眠っていた310ブルーバード。代表の高野倉がかつて何度もレッサーに挑戦するものの、未だに長い眠りから覚めていません。ファクトリーギア柏店にしばらくレッサーに挑戦する勇者を探していましたが、この度ついに勇者が現ることになりました。今回レッサー企画にチャレンジしてくれるのは、輸入車、高級車の新車、中古車販売を手掛ける大手販売会社さんであるトップランクさんです。トップランクさんといえば販売会社というイメージが強いのですが、なんと自前のレッサー工場を持っていて、メンテナンスにとても強い会社です。ブルーバード引き上げの様子が入っていますのでご覧ください。どうぞ。はい、ついに5年の眠りから覚めてやってきたんだよ5年間で。でもいろんな事情があってこの状態になっている時に現れました救世主トップランクの五十嵐社長いけますかね。すごいスタッフの皆さんね、今日来ていただいて、ね、よく仕上げちゃいましょう。走れるようになったら一緒にドライブデートしましょう、はい、ああやりたいですね。ねえ、はい、海沿いを最高です、ね、海まで行けるかっていうねレストアのね、あの場所があるんですよね、はい、それをご用意いただきましてね、やっていただけるってことなんで、でこうトップランクさんの
技術的な部分と、あと僕らは道具みたいなところでサポートしていって、この眠れる60歳を若々しく蘇らせて、はい、頑張ります。楽しみ、ね。ありがとうございました。ありがとうございました。だよ。治るかな、乗れるかな。楽しみ。いやー、今後はレッスラー作業がとても楽しみです。なぜなら、どんな技を、どんな工具を見せてくれるのか楽しみですよね。これはどんどん追いかけていきたいので楽しみにしてください。それでは皆さん、またお会いしましょう。お元気で。